ファイリッチュは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区、ホーフ軍に属する町村で、ファイリッチュ行政共同体の本部所在地。この町は、ホーフ市の北約6キロメートル、アウトバーン A72 及び A93 沿いのバイエルン北トラントに位置する。この町は、バイエルン州、ザクセン州、チューリンゲン州の3州の境界に位置している。この町は、 公式には9つの地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ファイリッチュが初めて文献に登場するのは1390年。ファイリッチュ男爵の所領は1792年にプロイセン王国のバイロイト公領となり、ティルジットの和訳によってフランス領となった後、1810年にバイエルン王国領になった。 バイエルン王国の行政改革に伴う1818 18年の自治体例によって自治体としてのファイリッチュが誕生した。1978年にそれまで独立した自治体であったミュンヒエンロイト、ショレンドイト、ウンターハルトマンスロイト及びセドビッツ川が合併した。この地域の人口は1970年に2328人、1987年に2307人、 2000年に2807人であった。2006年9月15日、ザクセンフランケン幹線鉄道がファイリッチュで再びつながった。33年以上を隔てて、プラウエンから豊富の区間では新しい駅が再び建設された。ありがとうございます。